サマーズグランプリ中谷真理奈と、あなたは2019ミスサマーズコンテストにおいて上記の栄光に輝きました。サマーズの PR 活動を積極的に展開することを期待し、ここに栄誉を与え賞します。令和元年5月からサマーズ祭り組織委員会、株式会社静岡新聞社、静岡放送株式会社、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。山下様、ありがとうございました。続きまして、スクロールから2019ミス浜松オフィシャルフェアが贈られます。
なお、この商品は伊豆浜松祭りにも贈られます。プレゼンターは株式会社スクロール執行役員経営統括部長杉本康成様にお願いをいたします。1年間どんな活動していきましょう。浜松の魅力をもっと県外に発信できるように笑顔で PR していきたいと思います。お願いいたします。ぜひよろしくお願いいたしま す。そして、石野さん、はい、今の気持ちをよろしく教えてください。喜びと感謝の気持ちでいっぱいです。私を支えてくださった方に本当に感謝をします。ありがとうございます。この浜松という街をどうご自身のお力で少しでも PR していきたいなというふうに思ってますか。はい、自分らしさを出して浜松を盛り上げていきたいと、いけたらいいなと思います。はい、頑張ってください。おめでとうございます。そしてもう一方、浜松祭りの弘中さんです。弘中さんは名前呼ばれた時どう感じましたか。すごく嬉しかったです。本当にこのコンテストを応援してくださっている方々、本日ここに足を運んでくださった方々に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてどうですか、この浜松、どんな風に皆さん、市外の方、県外の方、どうアピールしていきましょう。やらまいた精神を忘れずに発信していきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。改めて中谷さん、石野さん、弘中さんに大きな拍手をお願いいたします。これから1年間浜松の顔としていい活躍してください。本当におめでとうございます。ありがとうございます。さて、
そろそろ別れの時間が近づいてきましたが、大槻さんはどうですか、この本当にね、注目の高いこのイベントなんですけれども、どんな風に感じました？いや、すごく会場の雰囲気も温かくて、これだけ多くの方々に参加いただいたコンテストでしたので、本当に3人も今日は忘れられない一日になるだろうなと思って、はい、素敵なコンテストでしたね。そして出場者の、ね、皆さん全員が本当に、ね、魅力的な方ばかりで、本当に素晴らしいコンテストになったと思います。ありがとうございました。そして改めて会場の皆さんも長時間にわたりお付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。連絡でございますが、先ほどの抽選会の商品の引き換え、午後4時30分、午後4時半までとなっておりますので、忘れずにお引き換えをお願いします。当選された方は、大ホールのロビー中央までどうぞお越しください。ということで、本日出場してくださった皆さんのこれからの活躍、そして今回ミスに選ばれた3人の方の浜松の PR で、ね、大きな期待をしつつ、そろそろお別れしたいと思います。本日の司会進行は、SBS アナウンサー岡村久典と、大槻有沙でした。皆さんどうもありがとうございました。